これと、そう、塚回り古墳と玄右衛門山古墳、大安寺山古墳、茶山古墳、茶山古墳は、見れるかな、これが修塚でございます。修塚古墳。前方後円墳、60メートルだったかな。方墳の方がちょっとね、もう土がなくなってますからね。ああ、墳頂上がってきましたけど、どうなんだろう、形状は。形状はこれ円墳でございますね。ね、全長が800メートルぐらいあるんだけど、その中の35メートルいるとね、天だ天。中歩いてるから一本ね。書いてないね。玄右衛門古墳、玄右衛門山古墳、高さが10メートル未満。円墳でおそらく34メーター。ほら、看板が立ってましたこれ。さっき立ってなかったんですね。高さ 5.4 メーター。あらあら、山古墳。これ、大安寺、これがちょっと中やから見られへんねんな。この横やから、入れる。はい、なるほど、これから向こう行って。釜を立ててくれたら分かったけどね。くっついてるかわからんが、あそこに何かあんの。ここに看板ある、これ。これ大安寺山古墳。直径62メーター。直径62メーター、高さ 9.7 メーター、円墳、五世紀中中頃。これはそういうことやわ。もう一個、西に行ったらね、62メーター。大安寺山古墳やったんかね。これがその大安寺山古墳。ああ、これがそうやわ。茶山古墳。ちょうど、古墳の真後ろやね。なるほど。ここから離れたとこにあるんだよ、これ二つな。これとこれ、これね。茶山古墳。円墳で56メーター。回っとるか分かってないね。これはそうやろうけど。ああ、上から見なんと分からんわ、これ。円墳で56メーター。高さが高いね。9.3 メーター。結構。56メーターの高さが 9.6 メーターだっけ、すごいね。あれは長山古墳なのかな。長山古墳、長山古墳はね、100メーターほどあったの。前方後円墳100メーターほどある。これも倍長でございます。仁徳天皇陵古墳でございます。これが長山古墳でございます。これ長山古墳100メーター前方後円墳でございます。次ね、丸穂山古墳、それで行ってみましょうか。丸穂山古墳現在地、長山、これやな。丸穂山古墳と
小山塚古墳。この横じゃねえな。それちょっと行ってみよう。小山古墳。全部。雰囲気は残ってんだ。丸山古墳。看板が。墳丘が87メーター。公園も60メーター。高さが98メーター。長山古墳だな。100メーターの。あれを見たときここ回ってるね。あ、これで石回ったんだよ。マスの木が一本。これが鴨山塚古墳。ホタテ型だけどわからんのこれじゃ。現存が33メーター、高さ4メーター。ということはなくなってますか。はあ、周り住宅になってますからね。現在地。ああ、ここね、横にね、ぐるっと回らなかでな。ぐるっとな。円墳。直径47メートル、高さ28メーター。5世紀中頃。分からんね、これ英語かどうかも。はい、これですか。分からないね、英語が。ああ、これは仁徳天皇陵墳の看板でしたか。あらあら、現在地。ああ、分からないですな。入れんの？入れないか。道上山古墳、現在地。方墳、一辺26メートル、高さ 5.4 メーター。ちょうど見え、ちょうどね、鉄線張ってるの見えないね。ああ、なるほど、円墳、方墳やね、はい、方墳。はい、わかりました、方墳だから。方墳だから。ここから入れんの。ああ、入ってはいませんか。はい、わかりました。これ、狐山古墳。ああ、さっき聞いたやつよね。これ、円墳やったかな。円墳で30メーター、高さ5メーター。円墳でございますか。ほら、見れますよ、これ。中には鉄線張ってあるから入られへんけど。鉄線が見えないからね。さっき、入ろうと思ったらね。入れたんだね。英雄。これ全長どれぐらいだかな。全長61メーター。高さも78メーターね。達佐山古墳、全長が61メーター。もうちょっとあれの中にすんねんけど、61メーターかね。高さが10メーター、達佐山古墳。全長61メーター。こういうもんだから2メーター、2メーターじゃないだろ、あれ。2メーターじゃないけど、ちょっとおかしいね。現在地、こんな感じか。
孫田優山古墳雄大寺、これでいいよ。7で7メーターやったらな、墳中が65メーター、5世紀中頃で65メーターやから、川水が、わあ、合ってました、合ってました、川水が古墳。5世紀中頃、英墳。墳丘が墳丘26メートル、高さが 2.5 メートル。これ 2.5 メートル、これ合うわね。さっきの2メートルおかしかったんだけどね。なんとなく英墳や、なんとなく。なんとなく英墳でございます。ほら、墳丘上がってきましたけど、はい。ああ、英墳、英墳。はい、間違いない。いいことでございました。鏡塚古墳。これも倍長でございます。英墳か。大きな英墳やけど、前方後円墳なんとかね。中塚古墳。ほら、前方後円墳だ。これがね、全然見て回られへんねんな。全部住宅で。こっちだけか。後円墳で 59.4 メーター。後円墳高が 9.2 メーター。おお、大きいね。一番大きいんか。一番大きいかもしれんね、倍長では。入られへんな、高っ。いや、中入れんだな。前も来たんだけど高っ。これが一番おそらくね、大きいやろね、倍長では。106メーター、後円墳だけでも、後円墳だけでもね、59.4メーター、高さが 9.2メーター。昭和6年ですよ、これ。昭和6年ですよ、これね。仁徳天皇陵、御陵、昭和6年の石碑でございます。中山古墳。え、中山古墳、これ修塚だからね。ああ、古墳の方はもうないんだ。古墳が残ってないんですね。はい、これが修塚。5世紀ね。墳丘が 59m、 後円墳が 4.2m。こっちの方に宝墳があったみたいだけどね。宝墳がなくなってます。した。あー、全部あったんだけどね。一基だけもうやめとくね。向こうのね、 100m 一基あんだけど、あれだけね、途中で取ったやつでも感じてもらおう。もう2時間以上歩いてる。そうそう、そらそら、そらそうと。仁徳天皇陵を取ってないかね、仁徳さんの。わからんな、これで。仁徳天皇陵、この、わかるかね。わかるね。ね、こっちが入ってへんな。これ、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 全部わかるね。はい。もう、耳原の寮屋です。はい。ここはなんか入れてくれるらしいですね。これは20やから、もう一個か、もう一個5があるんやね。中入れるらしいんですよね。残念ですね。見れるのはここからだけなんですよ。墳丘は見れるのはね、ここからだけなんですよ。これがね、70年ほど前はね、まだみんな中入ったらしいんだけどね、入ってたらしいんだけどね。この宝墳の手前からね、
ね、関伊豆が見えて石棺が落ちてきたらしいけどね、昭和の時代ぐらいって言ってたけど、ね、どうなんでしょうね。仁徳天皇陵の梅塚をマグロでした。全部回ったけどね、3時間以上かかりましたよ。はい、ありがとうございました。クタクタ。